2005年10月3日ラフォーレミュージアム原宿にてパラダイスキス制作記者発表会が行われた。はじめに番組プロデューサー松崎陽子さんより番組の概要説明が行われた。続いて監督の小林治さん、アートディレクターとスタイリングを手掛けた清川あさみさんの2人によるトークがスタートした。今回パラダイスキスの監督をやらせてもらいます小林治です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして清川さん、今回、スタイリングとあとアートディレクターを務めさせていただいてます清川あさみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではお座りいただいて少々お話を伺いたいと思いますけれども、今回はファッションをテーマにした、アニメということで、そのやっぱりファッションについて、いろいろこだわりを持って、制作されていると思うんですが、そうですね、監督何かございますか？その辺、矢沢さんの原作を読んでいただけると分かるんですけれども、もう登場人物が、主人公がジョージっていう子が専門学校生で服のデザインをしているので、その辺は避けて通れない、題材だったので、もともと一番初めの時からそのデザイナーの方とコラボレーションをしたいなっていうのは僕の方が言ってて、いい仕事がコラボレーションができているんで、はい。陽子さんはこのファッションということで、はい、これは要するにあれですかね、お願いしますというふうに我々の方から、お願いした形で今回携わられることになった。そうです。でも最初すごくびっくりしましたよ。先ほども話にありましたが、今までにない形ですよね、アニメのスタイリング。そうですね、割とだから登場人物の心境の変化によってもなんかデザインとか変わってったりするんで、結構楽しいですよ。そして、先ほどちょっとお名前が出ました、この方からビデオメッセージが届いております、ご覧いただきましょう。今回、パラダイスキスのアニメ化おめでとうございます。僕は今回パラダイスキスのアニメの中のファッションの部分をサポートしていこうということで参加させていただいています。非常に楽しく服作りができてますので、期待していただければと思います。今回山田優さんにパラダイスキスで一番重要なシーンでもあり重要な服でもあるドレスを着ていただいています。これは非常に大変な仕事だったんですけど、やっと完成することができましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。なんかコミックに登場しそうな雰囲気で喋、ね、ってらっしゃいましたけど、もうなんか打ち合わせに事務所の方にお伺いしたことがあるんですけど、はい、もうなんか絵に描いたようなもうデザイナーです。ね、かっこ見てもかっ、すごくかっこいい方なんですけど、はい、僕としては今っぽい風をちょっと入れたかったので、それで要するに今活躍しているスタイリストの方とかデザイナーの方にその辺のなんて今に合うような形でのリライトをちょっとお願いしたくて、もう清川さんバリバリ今っぽいんでさあそれではですね、ここでもう一方登場していただきましょうね。本編では主人公の良き理解者として、また独特のキャラで存在感を放っております、美和子の声で出演されます松本まりかさん、どうぞお越しください。まず松本さんに一言、はい、ご挨拶いただきましょう。はじめまして、今回パラダイキスで美和子役をやらせていただきます松本まりかです。はい、どうぞお座りください。まさに美和子なんですね、今日のこのヘアスタイルといいありがとうございます、ね、監督、はい、いかがですか、そのものという感じですか？もうバッチリ可愛い感じありがとうございます。少しでもちょっと美和子ちゃんに今日は近づこうかなと思って頑張りました。はい、この美和子の声をと言われた時はいかがでした？はい、私はもともとパラキスがすごく大好きで読んでいたんですが、で美和子のイメージというものもあって、それがやっぱり最初自分って言われた時は私にできるのかなっていうのはすごくあって、やっぱりすごく本当にマスコットみたいな可愛いキャラクターだし、自分がこう美和子になれるのかっていうところで不安はあったんですけど、美和子ちゃんに近づけてるかなっていうのはもう完璧、あなたしかいないみたいな、ありがとうございますお褒めの言葉が、ね、ありがとうございます。京川さんからは
どうですか松本さんは。なんか美和子ってただキャピキャピしてるわけじゃなくてね、その通り意外とすごい難しいので、はい、どんな人がやるんだろうって今日初めてお会いしたんですけど、うん、なんかこうオーラがすごい、あ、似てるかもって思ってちょっと、あ、楽しみって頑張ってしまいましたありがとうございます、はい、ここでですね、気になるその皆様にはですね、パラダイスキッス第1話、ダイジェストで、まあ、短いものではございますがどんな雰囲気なのかご覧いただきたいと思います。待って待って、長い黒髪の女子高生、うん、待って顔見せて。ちょっとやめてくれない、私暇じゃないの。うわ、ビンゴ、え、すっげえ美人じゃん。ファッションショーのモデル、この私がですか。うん、矢沢芸術学院って知ってる。主人公のゆかりは進学校に通う女子高生、親の言うがまま塾と学校の往復の毎日。そんな自分の生き方に疑問を持ち始めたある日、パラダイスキスという自分たちのブランドの服を作っているファッションデザイナーの卵たちに出会う。そして矢沢芸術学院の学園祭のファッションショーのモデルにスカウトされる。最初は戸惑うゆかりだったが、まっすぐに夢を追いかけるジョージに出会うことでゆかりは自分も夢を見つけようと決意する。個性豊かなパラキスメンバーに影響され、ジョージの常軌を逸した行動に振り回されながらもゆかりは強く惹かれていく。気づけば夢中で夢と恋を追いかけるようになっていくゆかり。矢沢芸術学院を舞台に繰り広げられる恋と青春のハッピーストーリー。手帳を取り戻せばそれで生成するはずだったのに、なんで。早坂ゆかりさん、俺たちのショーのモデルを引き受けてもらえませんか。パラダイスキスの主役ゆかりの声を演じる山田優さん。今回パラダイスキス衣装デザインを担当した田山敦郎さんが手掛けた本編中のショーで登場するドレスを着て登場。いたします。パラダイスキス主役のゆかり役を演じていただきます山田優さんです。改めて大きな拍手を。それでは一言ご挨拶をいただきます。はい、こんにちは、山田優です。私は矢沢愛先生のすごい大ファンで、矢沢愛先生の作品が次々とこう映像化されていく中で、私もぜひ参加させていただきたい。特にパラダイスキスの主人公の女の子がモデルを目指す女の子ということで、私にやらせてくれないかとずっと思っていたんですけれども、お話をいただいた時は本当にびっくりしました。同世代の主人公ゆかりちゃんの役をリアルに表現できたらいいなと思っています。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、という山田さんでございますが、この衣装お似合いですね。これはそのゆかりが着ることになる、そうですね、衣装ドレスということですよね。はい、はい、実際に着てみた感じはいかがですか。いや、もう本当にあの漫画の中に入ったような、ゆかりちゃんになったような気分です、ね。はい、
非常によくお似合いでございます。そして、ここでですね、今日はですね、スペシャルゲストとしてもう一方お迎えしたいと思います。パラキス本編でもゆかりの恋人ジョージの父親役として登場していただけることになりました、岩城浩一さんでございます。どうぞお越しください。ようこそおいでいただきました。こちらがあのゆかり役のの、というか山田さん、改めて岩城さん、岩城さんが今までこの、ね、声優っていう、こうイメージはもちろんないんですけども、今回どんなイメージで臨まれるんでしょうか。まあ、なんとなくこう、本場ではあるんですけども、はい、まあ、優しい物分かりのいい親父をやったらいいかなと思ってますけど、うん、この岩城さんにやっていただく役は大会社の社長であり、ジョージのお父さんなんですが、ジョージはなんか愛人の子供とかなんとかって、そういう難しいダイナミックな役らしいですよ。まあ、私生活はあんまり変わってないなって感じでいいかなと。そうなんですか。そのぐらいのがちょうどいいかな。それでは最後にですね、皆様から出演者の皆様から一言ずついただきたいと思います。まず山田優さん、一言お願いします。はい、パラダイスキスはファッション見どころがすごいたくさんあって、ファッションだったり本当に友情があったり恋愛だったり、そして夢に向かって頑張る女の子のお話だったりして、本当に誰が見てもすごく面白い作品だと思います。ぜひぜひ皆さん見てください。頑張ります。はい、続いて松本まりかさん、一言お願いします。はい、原作ももちろんすごく面白くて、楽しいんですが、今回のこのアニメのパラダイスキスの方もアニメとしてのクオリティもすごくすごく高い作品になっていると思います。ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。頑張ります。よろしくお願いします。先ほど拝見したら声がやっぱり全然違う発声されてたんですけど、ちょっとここで聞かせてもらってもいいですか。ちょっと一言でいいです。なんだろう、何がいいですかね。全然違う感じの声でね、もちろんあれなんです。本当に一言でいいでございますが、もしよかったらキャロラインっていう感じの声をね、出させて出てらっしゃいますんで、はい、ありがとうございます。すいません、無理に申し上げて。岩城さん、一言お願いします。はい、僕は昔子供ができる時、男の子だったらいいなって思ったんですけども、あ、生まれてみたら女の子がやっぱ可愛いなって、すごく思いました。つい最近までそう思ってましたが、こういう、可愛い彼女が、できるんなら、ね、親になれるんだったらやっぱ男が良かったなって、今すごくこのパラダイスキス、やることを、楽しみにしてます。ありがとうございます。では小林監督からも一言いただきます。僕は岩城さんにお父さんやってほしいってだいぶ初めの頃に言ったんですよ。まさか本当にやっていただけるとは思わなかったんで、なんかジョージのお父さんってやっぱりモテる男の人なんで、生き方がかっこいい人がいいなと思って。ありがとうございます。なんでもすごい嬉しくて、本当に、まあ、山田さん、僕やっぱりデザイナー、モデルの人にやってほしかったんですよ、ゆかりの役は。それなんでもう本当に今回のキャスティングは本当にフジテレビの皆さんありがとうございますって感じで、はい、はい、ありがとうございました。そして、清川さんにも一言お願いします。はい、なんかこのように結構裏なんですけど、すごい楽しく作らさせていただいているので、そういう感じも出てるんだと思うので、楽しく見てもらいたいです。よろしくお願いします。はい、ということで以上パラダイスキス、出演者そして、制作の皆さんでございました。皆さんありがとうございました。若者たちの夢と恋と青春を描き、多くの読者から絶大な支持を得たパラダイスキスがついにアニメ化。監督に小林修さん、パラダイスキス衣装デザインに田山篤郎さん、アートディレクターとスタイリストに清川あさみさんなど注目のクリエイターとのコラボレーション、さらに山田優さん、岩城浩一さん、松本まりかさんといった豪華声優陣を迎え制作された新しい形のアニメーションが誕生した。